はい、以上です。羊の前歯は下側だけ。今回もよろしくお願いします。今回はボールパイソンのファントムという品種をご紹介していこうかと思います。ではどうぞ。ではファントムのご説明していきたいと思います。個人的にものすごく好きなモルフです。今回画面に出てるのはファントム単体のシングルモルフです。でこのファントムなんですけれども、ノーマルとどう違うので、まあ色合いからしてちょっと黒い系のモルフになっております。ただ何かと掛け合わせた時に劇的に変化があるかって言われると、正直そこまではないです。ただ一部モハベとかファントム×ファントムとかブルーアイ粒子コンプレックス、いわゆる BEL と言われるようなコンプレックスたちと掛け合わせるとブルーアイ粒子ができたり、モハベとかけたらパープルパッションができたりします。ファントムと似てるモルフとして存在するのがミスティックになります。7、8年ぶりぐらいにボールパイソンのブリードをしようと思ってボールパイソンの世界に戻ってきたんですけれども、今ファントムがものすごく少ないなって感じます。ミスティックポーションとかミスティック関係の方が数多く出回ってるなという感じが僕の中では今とにかくある。モハベがかけてのパープルパッションとか綺麗ですし、スーパーファントムっていうのもものすごく綺麗です。ノーマルと比較するなら色の違いですね。明るい茶色に黒が入る、でも黒のところどころが白抜けしてるよっていうのがファントムです。お腹の方はこんな感じ。ただやはりブルーアイ粒子コンプレックス、意外と掛け合わせるとそこまで何か劇的変化があるよってことではないです。ただ若干ダーク系に似るかなっていうような感じかと言って、しっかりとしたダーク系のモルフほど黒が際立つことはないかなっていうの、ちょっとなんか中途半端なモルフな感じはするんですけれども、それでもやはり、まあ僕個人的にはパープルパッションが好きだったり、スーパーファントムで、さらにそこにモルフを乗っけたいっていう願望があるので、ファントム系が3匹いるのはすごく心強いかなというふうに思います。ただ、ペットで飼うかって言われたらそこまでなんかこう、変わった感じではないので、あまりペットで飼ってる人は少ないかなっていう印象ですかね、僕の中では。ミスティックポーションよりパープルパッション、いわゆるファントムモハベの方がいいって方も結構多いので、まあそこをしっかりね、僕も狙いつつ、まあ、プラスアルファのモルフを出していこうっていう感じですね。まあ、ミスティックかファントムかって言われたら結構分かれるとこやと思うんですけど、僕はすごいファントム好きなので、ファントムをかなり集めています。はい、ということで今回はファントムのご紹介をしました。これといってもものすごい変わり映えがあるようなモルフではないんですけれども、モハベとファントムをかけたり、ファントムかけるファントムで劇的な色の変化はしてくれます。やはり現時点ではそこでほとんども完成形というようなモルフになってしまっているので、まあ、僕はそこから先をどうにかできひんかなっていうような感じでブリーディングの方をやっていこうかと思います。では今回の動画はこれでは終わります。ぜひチャンネル登録、低評価、高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。